今日はね、スーツなんです。まだちょっとネクタイはしてないんですけど、実はこの後ね、埼玉県のある高校の研究授業の見学をね、させてもらうっていうんで、まあそれでスーツ着てるんですけど、みんなの学校でもさ、たまに研究授業っていうのがあって、こう、他の学校の先生がさ、後ろにバッていて、なんか独特の空気感でさ、授業することあると思うんだけど、あそこにね、先生に混じってこうやって見させてもらいに行くんだけどさ、まあそれでスーツ着てて、で、まあこれから、もちろん多くはないと思うんだけど、みんなのさ、通ってる学校に、まあ授業見学だけじゃなくて、なんか一緒に見学な授業できたりとかさ、なんかそういうのができたらいいななんて思うよね。まあそんなことを思いながら、車で2時間かけて、これから行こうと思っております。どうも、愛知です。さあ、6月最後の週末です。7月になりますよ。7月と言ったら何ですかって言われたら、夏休みですよね。ということで夏休みがやってきます。まあもちろん夏休み頑張ろうみたいな話をしたらさ、どうやって勉強したらいいのかとか、勉強頑張れって言うんでしょうみたいな話をすると思うんですけど、まあもちろんそれはしていくわけなんですが、どうせならさ、有意義な夏休みにしてほしいんです。これは受験生だけじゃなくて、俺は1年生2年生にもそうなってほしいと心から願ってるわけよ。でね、その充実した夏休みにするためのポイントっていうのを今回ちょっと手短にね話していこうと思います。結論から言おう。なぜならあとちょっとでねもう行かなきゃいけなくて、授業見学にね。で、一番はもう目標を決めるっていう、もうほらありきたりな言葉言ってきたよ俺、ごめんでもね、そうなんだよ、目標を決めるが本当に大事で、で一番ね、一番自分がよく生徒にも言ってたし、これがやりやすいからまずこれは達成しろって言ってたのが1年生2年生だよ。夏休みの宿題を7月中に終わすの。終わらせる、7月中に。これね、すごく自分にとってもメリットがある。だって8月中自由なんだもん。宿題に終われなくていいんだもん。っていうメリットもあるし、自分はね、目標っていうのは達成するからこそ意味があると思ってるの。もちろん立てることにも意味はあるんだけど、どういうことかっていうと、気持ちがこもってない。あ、達成、別にそんなこだわってねえんだけど、なんて思ってる目標なんてなくていいんだよ、そんなもん。だったら立てなくていいから。で、どうせやるんだったら絶対やるぞっていう目標を掲げてほしいのね。で、まあ、勉強面で言うんだったらそれが一番楽。宿題を7月中に終わらそうって。もちろんプラスアルファでやるんだったら、8月、まあ、夏休み全部かけてこの問題集一冊やるとか決めてもいいんだけど、それは任せるみんなに。でも宿題はやんなきゃいけないじゃん。提出物はだって通知表に関係してくるわけだしね。だからどうせやるんだったら7月に終わらすっていうのをぜひね、ぜひやろう、これは。これほんとやってほしい。でもね、実はこれ勉強面だけじゃなくて、生活面とか、遊びとか、そっちにもね、目標を掲げてほしいなと思ってる。だってさ、勉強だけしなきゃいけない夏じゃないもん。だからまあ、受験生だったらさ、勝負の夏とか言うんだけど、もちろん受験生は勉強しなきゃいけないよ。いけないけど、でも、24時間、まあ夏休み40日間、ずっと勉強しろなんてみじんも思ってない自分は。遊ぶときは遊ぶんだよ。メリハリ大事なんだから。で、その1、2年生のうちにメリハリをつけるっていうのが自分の中できっちりできるようになる。これね、メリハリつけられるってめちゃくちゃ武器になるからね。人生において。これ学生だけじゃない。社会人になってもすごくメリハリをつけれるっていうのは武器になるから、まあそういった意味でもね、目標を掲げたら絶対それを達成するんだ。じゃあ達成するために、1日このぐらいやんなきゃいけない。今日はこれをやんなきゃいけないみたいな、決め方をぜひしてほしいんだけど、その生活面とかだったら、例えば何時まで寝るとかでもいいの。ラジオ体操毎日やるとか何でもいいの、本当に。で、遊びに関しても、夏休み中にね、じゃあどこどこに行くとか、俺だったらね、今年は絶対花火を見に行くって決めてるんだけど、でもいいの。そう言って、絶対これをやりたい、達成したいってものを決めておく。もう、ゲームがしたくてしょうがないんだったら、もう逆にも毎日1時間絶対ゲームするからとか決めてもいい。それでもいいと思ってる。もちろん、それはゲームだけじゃダメだよ。遊びだけだと勉強面遅れちゃうから、勉強ありきに話にはなるんだけど、今、この週末ね、なんでここで動画を投稿したかっていうと、7月に入る最後、まあ、6月最後のこの週末かけて決めてほしいの。目標決めるって、ね、すごいエネルギー使うんだよね。まあ、ただ、テストがね、まだ終わってない方は来週でいい。テスト終わってからで構わない。だけど、テストが終わってる方は、ここ、まあ、7月に入る6月最後っていう、まあ、月が切り替わる時だからさ、ぜひこの週末で、もう絶対ここで決めなきゃダメとは言わないから、何にしようかなって考え始めるきっかけになってほしいなと思って今回投稿したので、ぜひみんながね、充実したいい夏にするために、この夏で私はこれをしようと。
これを目標にしよう。もっと言うんだったら、8月1日って嘘だよ。ごめん。9月1日だ。夏休みが終わった9月1日に、私はこうなってたい。俺はこういう風になってたいっていう姿をね、ちょっと想像しながら目標を決めるきっかけになってもらえたらと思います。